ということでね、ここはねブックオフなんですけど、前回成績がね、はい、今回とても良かったということで、はい、ご褒美でですね、しろちゃんが今欲しい、はい、一番欲しいものは漫画なので、はい、漫画を、はい、じゃあ1分間買い放題しましょうという企画でございます。1分間ですか。そう、しかもここはブックオフだから新品ではないんですよ、はい、中古なんですけど、中古の漫画を、まあ、1分買い放題、本当は3分とかにしようと思ったんですけど、さすがにちょっといっぱい買えちゃうなって思ったので、はい、1分にいたしました。最初5分とか言ってたんですでもよく考えたら結構買えるなと思って、そう、私5分で切る瞬間よっしゃって思ったのに1分にさせていただきたいと思います、はいはい、だからめちゃめちゃ3分だったらまだ余裕がありました、うん、1分だからこそ緊張する。じゃあ行きますよ、はい、ちょっと待って、タイマーのセットを忘れちゃったので、じゃあ行きますよ、はい、いいですか、リミとパパも映ってる、いいですか、いいですよ、行きますよ、はい、1分開放台スタート。もうあと38秒、やばいやばい、やばい、あと29秒だよ、終わりのセラフ、16からだから、いやでも1から買う、1から買う、1から買う、どうするどうするどうする、え、あと10秒だよ、1、2買って、3、4買うでしょ、5秒、4秒、3秒、2秒、1秒、はい、終了です。あ、これ買えたらもうこれ買ったらダメ、どれ、スマッシュダメだってもう終わっちゃったの、買えたあのですね、探したやつが見当たらなくて、終わりのセラフを買って、終わりのセラフならねこれしか買えなかった、でもこれしか買えなかった、何冊取った？ 1、2、3、4、5、6、7、まあ7冊取れたからね、はい、じゃあちょっと選べたものを7冊だけ、はい、見てみましょう。終わりのセラフの終わりのセラフっていう漫画の、はい、1から4巻1から4巻からあと14から順番違うね、うん、14、15、16、はい、なんで空いてるんですか、中が、この間はアニメで見ちゃった、うん、アニメで見たからですね、1から14の真ん中、間まで読んでて、続きが欲しくて、で欲しいのがあったんですよ、うん、読んでなくて、読んでみたいなって本が探したけどなかったんですよ、30秒間、はい、なのでこの7冊になりましたね、お目当てにしたね、うん、強かったってわけなんですけど、うんうん、はい、ということでね、まあ7冊でも買えたから1分だしね、うん、まあ、よしとしましょう、はい、知ってる？知ってるんだ、リミも、でも見たことない、この子知ってるでしょ、うん、しのあちゃん可愛いよね、うん、でも嬉しいですか、嬉しいですじゃあレジ行きましょう、行きましょう。